牧野和え2月から1883年7月9日は、幕末の軍人、明治時代の画家。江戸幕府旗本として、母親戦争を戦い、幸福後開拓志学校を務めた。天保2年2月江戸幕府旗本、牧野聖奈の弟として生まれた。陽名は順之助、後に主計。一心一端香りに書道を学び、皇帝となった。 慶応四年五神戦争が勃発すると、洋式軍隊総風隊参謀として参戦し、4月15日、下宇佐国所川で、旧幕府脱走隊、大鳥啓介と合流し、欧州を転戦した。8月23日、山郡ひばるの参道で、大鳥啓介に馬を貸している。明治元年10月五両閣を占領した際には、伝習士官隊軍官を務めた。 12月15日入札により陸軍武行転役となり、明治2年2月頃を取り、ジュール・ブルネの正木・き、江差の放大巡権に同行し、4月17日、神山東将軍の祭日に、丸、毛利久氏と参拝して、諸賀を認め、26日八万山で、丸を津田和江と酒を飲みながら、函館湾海戦を観戦している。5月18日降伏した後、 兵部省の下で、青森連下寺、広崎新教寺に遊兵され、10月函館に戻った。降伏後、名前の字を風と改めた。明治初年時点の地行地は、足立軍古式屋村。1874年3月、大鳥慶介が、英米留学から帰国して開拓市に着任すると、5月23日、東京出張所物産課に、江津社寺係として雇われ、 7月から11月まで、大鳥に従い北海道の炭鉱等を視察し、帰京後、各所見取り図を制作した。1875年1月14日、同僚、久保田進房と共に、ベンジャミン・スミス・ライマンの製図補助を命じられ、2月、札幌で、地質調査に従事した。1875年4月間、日本北海道山越え内石打ち略則の地質、 および地理的の図に、名が見える。同年ヘンリー・スミス・マンローが、地図作成に、マキノの使用を希望するも、大イマンに断られている。1876年頃帰京して、東京出張所内仮博物場が係となり、6月頃から、若林優康とトーマス・ブラキストン、所蔵鳥類標本の模写に従事し、同時に、モルレーエースレーの測量地図にも携わった。 1877年開拓史が土産物による缶詰事業を計画し、化粧紙印刷のため開拓史官業家と大倉省市幣局の間を往復した。1879年頃には、除災やコンドル設計の物産売り裁き所建設に、採祀、カーテンやテーブルクロス等の内装に関わった。1880年6月19日仮博物場専務外を命じられ、 1881年5月21日、東京出張所廃止に伴い、札幌に転勤となった。開拓誌廃止後も、残務取扱所に残留し、1882年3月18日解雇となった。1883年7月9日、病没した。大日本内国官業博覧会の図、美術館出品の図、牧野信成九男。 牧の正姿勢を外する。国高は1500国。本所愛余町3丁目に廃稜屋敷があり、安政2年は安政江戸地震では屋敷が全半壊している。ありがとうございます。